今回こちらのアシックスゴールドステージ公式オープンの箱じゃなくてこちらになります、はい、内野用のオレンジのやってます。こんな感じでちょっとねこのバンドの部分が特殊な構造してるんですね。こんな感じでこちらの特徴に行こうと思うんですよ、はい、でも早速このバンドにしに行こうか、うんうん、バンドこれねちゃんとした機能があります。おお、この斜めのここがね、うん、もうおしゃれな滝じゃないね、めっちゃおしゃれだなと思って、そこがちょっとこういう斜めな感じになってるんで、うん、じゃあ一回はめてもらって、おい、ここにね、うん、こういう感じで曲がってくれるんで、この手の甲に沿ってくれる。なるほど、いい、ちゃんとした機能ですね。そう、手にフィットみたいな。そうそうそう、フィットする機能が入ってる。なるほど。でこれは横に使う、はい、横閉じのグローブなんで、横だからこういう感じかな、こういう感じで中指と親指をつけてみたいな使い方。なるほどなるほど。なんだけども、うん、それをやりやすいような構造にってと。ほう。何が違ってるか、うん、中に当て側入ってるんだ、グローブ。ああ、この中に。そう、うん。その中に入ってる当て側がちょっとね、縦用と横用で形が違う。うん、へえ。こんな感じで縦と横の閉じやすくなってる当て側の配置になってると。へえ、すごい。それで全然また閉じ方が違うんですね。そうなんで本当にこれは横に使いたいっていう方におすすめになってる、うん、なるほど、もう横に特化した、そう、特化したグローブ。おー、なるほど。であとこのね、まあ、公式でゴールドステージってことで、うん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 、カラーも素晴らしい。お、和牛レザー使ってます。あら、和牛、あら、和牛いいですね、和牛ね。公式で革もしっかりしていて、うん、横に使いやすいグローブっていうことで、なるほど、おすすめなものになってます。おすすめです。はい、というわけで今回はこちらのアシックスゴールドステージのグローブでした。チャンネル登録、グッドボタンお願いします。お願いします。バイバイ、バイバイ。今回のお題は野球あるある初心者編、バットを持つ手が。本日のアルベビジョン、こちらこちら見つかるように出てきます。チャンネル登録はここから。おすすめの動画はこちらです。バイバイ。